株式会社ライトオンは、ジーンズを中心に販売する、医療品チェーン店を運営する日本の会社である。ライトオンの他に、ライト、オンエックス、フラッシュリポート、バックナンバー、チャイム、バックナンバーキッズ、ノーティードックの7業態を手掛ける。旧本社ビル旧本社ビルのクリスマスイルミネーション、つくば駅前広場公共交通広場と、 バスターミナルビル用地を挟んで向かい側に立地しており、同駅のすべての出口から見える一等地にある。つくばセンタービル、つくばクレオスクエア、常用つくばビル、つくば三井ビル、関とも、つくば第一ビルと並んで、つくば研究学園都市中心部のビル群を構成する、一つとなっている。地上7階建て。低層階は段違いに積み上げられた。レンガ、上層階は、 格子が設置され、独特の外観となっている。低層階は、筑波本店で、床面積約500坪。上層階は、本部事務所として使用している。筑波駅開業約1年後の2006年8月21日から、本部業務が、同年9月から、店舗営業が開始された。その後、営業系機能の年移転を経て、2018年に、本社土地、建物を譲渡。 2019年6月には、本店所在地、本部事務所も筑波市小野崎260の位置に移転した。毎年クリスマスイルミネーション、筑波光の森を分担実施しており、バスターミナル側の壁面に設置される。会社は、筑波センター地区内に施設立地している、企業等を29社で構成する、筑波センター地区活性化協議会の正会員になっている。 2012年9月7日、売れ残った商品など1億2364万円分を下請け業者に不当返品したとして、下請け代金支払い遅延等防止違反の疑いで、厚生取引委員会は、同社に対処勧告を出した。ボスシステムは、富士通製を使用、広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。